ラーを文字は、ラーを語表記するための文字で、基本シーンアザ27文字と、母音符号、成長記号によって表される、表音文字である。インド系の文字で左から右へ横書きに書く。起源を、起源前3世紀頃のインドで使用されていた、プラフミー文字に求めることができる。しかし、その後の発展は、諸説あり、はっきりわかっていない。 現在のタイ文字と同様スコータイ文字を元にしているため、タイ文字とよく似ている。今日の文字体系が出来上がったのは、フランスの植民地時代にラオス語の標準化が進められて以降のことである。近代的な教育制度の整備とともに、ラオス語教科書編纂が進められる中で文字体系が出来上がっていった。ラーお文字の性質自体は非常に標音的であり、 タイ文字のように発音しない文字を書かないため、日本人でも比較的簡単に習得することができるが、一方でサンスクリットイコールパーリン語の借用語で発音しない部分を書かないため、その後のはっきりとした意味をつかむことが非常に困難になる場合もある。ラーを文字とタイ文字の特徴的な違いをアルファベット化指令を示すと、タイ語でちゃんと発音する言葉はちゃんは、ちゃんなどがあり、 無発音シーンがあるため前者は、かつ、後者は、白断とわかるが、ラー語では、ただ単に、キャンと表記される。また、昔に存在した L と R の違いが、現在のラー語では L に統一され、外来語を記載する場合にのみや、一覧、編集シーンは、全27字。タイ文字と同じく、後シーン、中シーン、低シーンに分かれる。表、編集、 ラーお文字もインド系文字の一種なので、上記の一覧を区切って並べることで、以下のように表にすることもできる。こうして表にすることで、字型の連関や、子音の項、中、低の分類、分布も分かりやすくなる。ような字母がラーお文字では、大胆に省かれていることが分かる。母音は、タイ文字と同じく、A、I、U、E、O の9音で、長短の区別がある。 以下のように、ン時に記号を付加して表現する。ラーオゴの成長は、の5種類。成長記号には、タイ文字と同じく、の4つがある。各音節は、の組み合わせによって、上記した5種類の成長のいずれかに割り振られる。まとめると、以下のようになる。Windows のラーオゴキーボードの配列は、以下の通り。赤字部分は、右 ALT を用いて入力。タイ文字は、 1292年の名のある、スコータイ王朝のラームカム編王の碑文で使用されている、スコータイ文字を起源とする説が有力である。矢野純子、文字は独立の証、菊池洋子、鈴木玲子、安倍健一編著、ラオスを知る60章証書店2010年271ページ。ありがとうございます。